VR38Z 型エンジンは、日産自動車が製造する、下級機搭載型フラッグシップモデルの V 型6、気筒ガソリンエンジンである。排気量は 3799cc、バルブ数は24バルブで、2機のターボチャージャーで、下級される。R35 型日産、GT-R 専用に開発、製造され、基本的には、同車種のみに搭載される。 2007年10月に発表された初代 R35 型 g t r 専用に完全新設計された。最高出力は 480PS、最大トルクは 60.0kgfm に達し、さらに2008年12月より 485PS、2011年より 530PS、62.5kgfm、2012年より550、 PS64.5kgfm に向上した。また、それまで、スカイライン GT-R では S20、RB26 デッドの直列6気筒エンジンを伝統的に搭載していたが、世界最高レベルの動力性能とするためには 60kgfm 以上の最大トルクとエンジンの軽量化が必要で、あると判断されたため、 今回 GT-R の名を冠する車に搭載されるエンジンとしては初の V 型エンジンとなった。シリンダーブロックは先代 GT-R まで搭載し続けてきた RB26 デッドの中鉄製から金型成型のアルミニウム中造製に変更し重量を抑えた。また高出力時の剛性を確保するため V9 エンジンのオープンデッキではなくクローズドデッキを採用した。また、 低炭素鋼をプラズマ用車でコーティングしたライナーレス構造を採用し、ボアカ温度を約摂氏40度程度下げ、約 3kg の軽量化を実現させている。ライナーを持つ構造の場合はその厚みが数ミリメートルとなるが、プラズマコーティングはわずか約0.2ミリメートルの被膜しか持たない。それにより熱効率も向上し、高出力エンジンでありながら良好な燃費を、 達成した。シリンダーヘッドは、ペントルーフ型の燃焼室に4つのバルブを備え、吸気側のカムシャフトには、可変バルブタイミング機構が組み込まれる。日産 VQ 型エンジンで採用される、可変バルブリフトや、排気側の可変バルブタイミング機構は備わらず、コンベンショナルな形式が取られている。なお2012年モデルから、出力増加等の影響で、燃焼温度が上がったため、 エキゾーストバルブに RB26 デッドで採用されていたナトリウムが封入された。ターボチャージャーは IHI と共同開発したエキゾーストマニホールドとタービンハウジングとが一体化され、これにより排気効率を上げるインテグレーテッドターボが採用されている。高い横 G のかかる状態でも問題なくオイルの潤滑を行うためにラテラルウェットドライサンプ方式を取り入れている。 冷却系の多層式、ラジエーター、ツインインタークーラーともに、サーキット連続走行、時速 300km 走行が可能な容量を持っている。ハイパワーターボエンジンとしては珍しく、全域で A、F センサーからのフィードバック制御を実施している。一般的な下級エンジンは、高負荷領域ではフィードバック制御を行わずに、 安全率を見込んだ多めの燃料を噴射するのに対し、必要な量だけを計算して噴射することにより、高負荷期で約5%燃費を向上させた。エンジントルクが概ね 40kg フォース M までの通常走行時は理論空燃比燃焼で巡航運転でき、6速ギアで時速 200km 巡航を行う場合も理論空燃比での燃焼が可能である。 排気ガス対策は2次エアシステムと左右合わせて4つの触媒で対応している。GT-R はトランスアクスルを採用しているためエンジン直後に無理なく触媒を配置できた。これにより平成17年基準排出ガス50%低減レベルを達成している。なお2011年モデルでは超低貴金属触媒やマイコン搭載の ECM の 採用により、平成17年基準排出ガス75%低減レベル達成となった。組み立ては、横浜市神奈川区にある横浜工場で行われ、通常の流れ作業ではなく、クリーンルームで一機を一人の職工が担当する手組となっている。また量産者では珍しく品質検査も抜き取りではなく、全数に対して行われ、 定格性能みたつの個体は出荷されず再組み立てとなる。このようにして組み上げられた VR38 は搭載した完成車両とともにさらに前期なシュ運転が行われ問題がなければ出荷となる。ヘッドカバー部分にはそのエンジンを担当した匠のメイリネームプレートが貼り付けられる。使用燃料は無塩プレミアムガソリン専用で 無塩レギュラーガソリンの使用はいかなる場合でも禁止されている。プラズマコーティングボアを採用した高出力エンジンであるためメーカー指定品であるモービル1以外のエンジンオイルを使用した場合は保証対象外とされている。GT-R 以外では2017年から2019年にかけてウェザーテックスポーツカーチャンピオンシップに参戦するリジェ JSP217 本エンジンが搭載された例がある。ありがとうございます。